いいか、はあ、始めろ。私でよければその任務を受け負うつもりだ。なぜおかげだ。こいつは忍びの闇の代名詞がつく男だぞ。こんな我が里から暁は一人として出しておる。強者どもをまとめるにはそれなりの情と力が必要なのはそれがしにもわかるが、土影殿は逆に年を召しすぎて機動力に欠けるイメージがある。それに暁を利用しすぎた。水影殿は暁発祥の地とされている霧隠れだけにこちらの情報が漏れる心配がある。風影殿はこの体験を使うにはまだ若すぎる。他国に勘は効かぬだろう。九尾は木の葉のものだ。火影が受け持つのが。何か釈然としないこの状況、確かめてみるか。薬丸。右肩と右腕、しかもあの右目の色、一度手合わせした強敵、忘れようのない色だ。どういうことじゃ。かつての内派一族において、あの内派いたちとも並び称された道術の天才か。ええ、しかし、そんな。私の右目もかつてのヒューガと戦った貴重な戦利品。ハロー。次から次へと。なんだ、暁か。暁の一人、確か内派佐助がどこだ。答えのなら容赦がせん。佐助はどこだ、答えろ。しょうがないな。じゃあヒントでも。捕まえて尋問すれば暁の情報が手に入ったかもしれないのに。それと第二戦闘態勢を発令だ。はっ。雷影様。いい、だるい、行くぞ。まったく荒っぽい奴じゃぜ。雲の機関棒は五影になってもそのままじゃな。これは。どうして。僕ら見つかるような真似してないよ。絶、あいつだな。俺は今苛立っている。どうすんだよ侍は。侍は俺が相手をする。サスケのチャクラ違う。呪文状態2の時より濃いな。それに冷たい。仲間がいたのか。この真下です。雷影様、それは。憤怒の恐怖を教えてやる。水遁、水神壁。こいつら雲隠れの上人、中央のでかいのは雷影だ。雷剣雷光柱。剣術を見抜いたとしても抑える。サスケ。助かった。水月ナイス。お前ら余計なことなんてやつらだ。シー、他に仲間がいるのか、あたりを調べてみろよ。ボスと俺でやっからさ。あの後ろの男は感知タイプだな。倒すしかない。まさか白眼が他に漏れていたとはな。木の葉のヒューガの裏切り者ならすぐに殺していたところだ。
あんたは秘密を知った俺をいずれ処理するつもりでいるんだろうが、そうはいかんぞ。その時は私が戦う。おかげ殿、ここでは忍術はご法度、信用を欠いてしまったな。わしは忍びの世界を守るためにどんな手でも使うつもりだ。今度は里をまとめ、忍び世界を一つにする。焦れば周りが見えず失敗を引き起こす。今のお前だ。良かれと思っても結果不信を生み、わだかまりを生み、憎しみを生む。信用があろうとなかろうと結果は必要だ。互いを信じることができない、それが世界、それが人間だとするなら未来はないな。道徳を考慮しないやり方や諦めは今の俺にとって受け入れがたいものになった。今のうちに聞きたいことがあったら何でも質問しろ。先輩として何でも答えよう。これでもと言っただろ。ほっとけ。なら一つだけ問う。あんたたちはいつ己を捨てた？ん？うちやサスケ奪還任務では木ノ葉には協力したが、今は暁に成り下がった輩だ。ジジイ、一本取られたな。うるさいわい。あたいはデーダレニーをやったっていうサスケが見たい。好きにせい。あんたたち木ノ葉はそのままでいてもらおう。雷影殿にそう託された。見た目よりも性格の変わりようがすごいな、こいつ。僕らのこと、味方って理解できてんのかな。もらった。こいつらよくついてきてる方だ。うん、死ね。やったか。あいつ雷影様の一撃を食らって、うわ、これは現実か。死ライトンの鎧をまとったこのわしに触れることができるとは大した術だな。ライガーバー、あれが万華鏡シャリンガンか。あのライガーボムを食らって生きてるやつなんて今までいなかった。あの骨にしろ、何なんだこいつ。うちはサスケしぶとい。ゾーンか。雷影のチャクラがむちゃくちゃでかくなった。これじゃ美獣並みだぞ。アマテラス。雷逆戦。雷影をなめるな。色天だな。炎尊火術師。砂漠のガラ。なぜ邪魔をした風影。あのままあんたが技を出せば黒煙でさらに体を傷つけることになった。
帰ってこられなくなるぞ。で、俺が帰ったとしてそっちには何がある？あれに雷影や暁にやられた者たちも黙ってはいない。サスケ、お前は俺と似ている。そして今も。俺はとっくに目を閉じた。地上を挟む。お前は風影だぞ。わかっている。絶対防御は健在だな。見つけた。断層もいる。敵には感知タイプがいるようです。いずれここに来るかもしれませんが。まだかしい。温暖スマッシュで。大構いたち。高ひげ、引き三角。なんと、レイザーサーカス。わしの攻撃をガードしていたのもあれか。このチャクラ、あの時の現実と同じ。両目の万華鏡を開眼した者だけが手にする力、スサノオだ。スサノオだと。これが万華鏡シャリンガンってやつか。ダルイ、砂の衆、一旦下がっ。断層の居場所は突き止めたのか？あいつらのチャクラはまだ。放っておけ。どうしちまったんだ、サスケ。すまないっすね、風影さん。ナルト、お前ならどうした？サスケとカリンとジュゴはどうなったかな？よし。上か。サスケ、断層が逃げたぞ。水影様と長十郎はここに。私は断層を追います。まだ階段の決着はついていませんので。他の皆で好きにやってくれ。それがいいだね。カリン、来い。四代目水影をおもちゃにし、霧隠れを蹂躙した暁。いい男なのにもったいないわ。とろけるようなキスをしてあげる。キス？土影様、参戦しないなら頭を下げておいてください。これはさっきの暁。これ
大影にやられる前に仕掛けておいた次元式の術じゃな。なんだ、チャクラが回復していく。サンが皆のところへ漏れる。モードを変えないと。ドトン荷重眼の術を。こんなガキがデイダラをの。じゃあの、オン展開剥離の術。サスケはどこだ。わしが塵にした。俺の名はウチハマダラ。それを理解してもらった上で聞きたいことがある。俺の目的月の目計画について。